こんにちは、Rです。スプラトゥーン噂調査団団長、Rでございます。今日もですね、皆様からいただいた小ネタをガシガシと調べていきましょう。じゃじゃん、ありがとうございます。Rさん、小ネタです。秩序の街でズームするとなぜか真ん中に出るマークがありません。採用お願いします。長文失礼しました。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。今、バンカラ街なんですけど、ZR ボタンを押したら、こう、ズームができて、で、この多分、レティクルみたいなやつよね。で、このカーソルを消すってできるんですけど、これが、サイドオーダーではないということですね。ちょっと行ってみましょうか。はい、来ました。やってみますね。ズン。あ、ほんとだ。ない。ズン。ズーン。ズーン。ないね。ほんまじゃ。いや、確かにね、あの、カーソルってね、いらないというか、ある意味がよくわからんかったんですよね。だって、ズームしてよく見たいのに真ん中に出てくるじゃん。で、とりあえず消すっていう作業もセットで覚えておったんですけど、確かになくてもいいね。てか、なくてもいいってなったんかもしれんね。あ、待てよ。ってことは、ハイカラスクエアにもう出るかね。ちょっと行ってみるか。もし、あのカーソルが不要と判断されたのであれば、サイドオーダーとね、同時に追加されたこのハイカラスクエアでも消えてるはずなんですよね。ちょっとやってみましょうか。ズン。あ、ある。なんでだ。なんだろうね、これね。ってことは、何か意味があって消してるのかしら。サイドオーダーといえば、バーチャルの世界じゃもんね。はぁ、なんかあんのかな。なんで消えてるんだろう。まあ、多分、バーチャルの世界っていうのが関係しとって、サイドオーダーのこの秩序の街だけは、ズームのカーソルが出んようにしとるよね、イカケンさんね。そもそもあれ、なんで出るんかね。よく見ようとしとるときにあれが出るけ、ちょっと邪魔だなって思っとったんですよね。謎ですね、これ。スプラトゥーン7不思議、その116に設定です。オーケー。じゃじゃん、ありがとうございます。これなんだろうね。Rさん、小ネタです。スプラ3のグランドフェスティバルの色とりどりの夕暮れで、塩カラーズが黄色に染めてを踊っているときに、途中でブリンバンバンボンを踊っています。え、踊る？ははは、採用お願いします。ってことは、なんかあれ、エモートでなかったっけ？この、両手でボクサーのガードみたいなポーズしてやるやつよね、ブリンバンバンボン。これに近い。これに近いけど、あ、これだ、これこれこれ。これ、ブリンバンバンボンじゃない？ブリンバンボン、ブリンバンボン、ブリンバンボン。ね。こういう動きをしてるっていうことですね。ちょっと見に行こうか。色とりどりの夕暮れ。黄色に染めてか。はいはいはい。オッケーオッケー。あ、あった、来た来た来た。これで、いつかね、ブリンバンバンボンを踊るみたいですね。見ときましょうか。もしもし、もしもし、もしもし。イェイ、イェイ、イェイ。中間ぐらいのところかね。今のところまだなってないですね。パソコン。で、グニグニして。すごいな。1番と2番で振り付けが違う。あ、アルちゃん。は、ファンサーあるんだ、これ。すげえ。ぐるぐるポン。で、パソコンですね。これもパソコン。初心者パソコン。はぁ、ちょか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 ちょ。こっちでもパソコンして。すごいね。振り付けの種類がいっぱいある。なぁ。なぁ。ふふ。うんうん。わ、ギターの。エアギター。なんだっけ、ブリンバンバンボンよね。まだ、まだだよな。これ？あ、これか、これだ。これじゃない、これ。ブリンバンボン、ブリンバンボン、ブリンバンボン、ヘイ。ブリンバンボン、ブリンバンボン、ブリンバンボン、ボン。ブリンボンバン、ブリンボンバン、ブリンボンバン、デン。ほら、あったあったあった。今のところだ。これ？あ、これか、これだ。これじゃない、これ。ブリンバンボン、ブリンバンボン、ブリンバンボン、ヘイ。ブリンバンボン、ブリンバンボン、ブリンバンボン、ボン。ブリンボンバン、ブリンボンバン、ブリンボンバン、デン。ほら、あったあったあった。今のところだ。なるほどね。やっとった。へえ、すごい。パソコンのキーボードすげえカタカタするんだね。カタ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 。うわー、すごい。ありましたね。見た？ブリンボンボン、ブリンボンボン、ブリンボンボン、ベン。やってました。これまだ、それぞれのアーティストの振り付け見たらいろいろありそうじゃね。オーケー。じゃじゃん、ありがとうございます。Rさん、小ネタです。
置物の試験管、マーブルにケバインクみたいなものが入っています。やっていたらすいません、採用お願いしますということで、ちょっと見に行きましょうか。ケバインクといえばね、クマさんが開発した恐ろしいインクなんですけど、置物の中にあるみたいですね。まあ多分ロッカーだよね。じゃん。ハロウィンロッカーです。ちゃんとラメがあったり、ほっぺたがあったりとか、光ったりとかしてますね。試験管か、多分持ってると思うんだけど、ちょっと欲しいね、見たいね。置物よね。あ、ありそうありそうありそう。ビビット、アクア、モノクロ、グラデ、ネイチャー、マーブル、こ、はぁ、あ、はぁはぁはぁ、なるほどね。はい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 。じゃーん、なるほど。こんな感じでね。それぞれ入っとるインクの量とかも違うんじゃね、試験管。マーブル。これはあれですね、ケバインクですね。ケバインクってもう俺実物見れないんだ。見れんのかいね。あれあれか、クマさんの体のところについてるやつあんな感じだったよね。ちょっと見に行くか、クマさんを。あ、あそこにある。あそこに見えますね。あー、はいはいはい。ちょっと近くに行こう。クマさんまで行かんでもいいかも。あ、そこにもあるぞ。こんな感じだよね。ウルショの力を思い知るがよ。あ、これだこれだ。へえ。敵が使うインクか。なるほど。あ、はい、着きましたよ。これ、まごうとことなきケバインクの色ですね。これっすね。これを一体試験管に入れて何を研究していたんでしょうかね。クワバラクワバラ。ちなみに触れると、あこうなります。あれゴー。これでノーリアクションなんかね。みんなの会話が終わって。あ、繰り返しなんだ。これで一回プシャーンってなったら。ほら。また、話し出した。ループしてる。タイムリープしてる。恐ろしい。オーケー。じゃじゃん、ありがとうございます。RC小ネタです。ピンチジャンプをつけてサイドオーダー最初の10階の飯田線に行きます。そしたら飯田ちゃんのところまでジャンプしてみてください。サイズを8と比べると、え、もしよかったらやってみてください。これね、確かにね、飯田ちゃんがめっちゃでかいんよね。で、それをなんとか比べる方法ないかなと思っとったら、そっか、ピンチジャンプで飛べばいいんだ。ちょっとでっけえ飯田ちゃん見に行きましょう。ここってハッキング生きるの？最初のところって。今ね、ハチを無強化で、ここの秩序の塔を登りきれるかっていう挑戦を、毎日夜9時にね、やっておりますので、ちょっとハッキング、多分最初の塔ってハッキング生きんと思うけど、このまま行ってみるね。で、飯田ちゃんのところね。でかいんだよな。あ、そうそう、ここでね、60何回デスしたことあるんで、そうだそうだ。飛ぶわ。ついてなくても飛ぶ。ちょっとここで飛んでみましょう。さあ来い。じゃーん。待て。そんなに高く飛ばねえんだ。待てよ。この、これで飛んだ方が近くに行けるんじゃないかな。ほら。でっか。あ、でっか。だいぶでけえ。ここにもあるかな。これでもいけるね。でかいっす。じゃん。そうだ。インクレールがあったのか。うーん。あ、ここで飛べ。でか。待てよ、ここで。これに当たり。うわ、くそ。あれでさらに飛べたらなと思ったけど、ちょっと攻撃がこっちに来ないね。でも相当でかいね。ほら。ズン。ゾレ。でか。やべやべ。よし。そんなに飛ばねえのか。ちょっと待って、これピンチジャンプが生きるかどうかもやってみようか。ピンチジャンプマックスで。で、今、ピンチジャンプなんで、バーンってなったら、こんぐらい飛びます。結構飛びますね。それが、どうかな。多分これ思い出す系だけ、ピンチジャンプ生きんのんじゃないかなって思うんだけど。あ、ほら。低いね。ピンチジャンプは生きないので、一番近くで見れるとなると、こういう系なのかもね。いや、まあしかしでかいね。でーん。笑ってはる。オッケー。じゃじゃん、ありがとうございます。
アルさん、私はスプラ2を買ったのですが、ロビーに試し打ち場がありません。アルさんの動画を見ると試し打ち場があります。私の勘違いかもしれませんが、ドサウか教えてください。長文失礼しました。OK。スプラトゥーン2はね、ロビーに試し打ち場はないんですよ。ですが、ちょっと2に行こうか。じゃーんと。これスプラトゥーン2ですね。で、スプラトゥーン2ってね、ロビーの中に入っても動けないんですよね。ウィーンと。じゃーんと。こういう風にね、メニューしか出てこないので、実はね、ロビーの中で動けるようになったのは3からです。で、試し打ち場はここじゃなくってですね、スタートボタンじゃなくて、プラスボタンか。プラスボタンを押します。で、こういう風に装備を切り替える画面のところで、武器のところでね、Y ボタンを押します。そうすると、この武器を試し打ちしますかということで、試し打ち押すと、こういう感じでね、こうしてね、試し打ち場に来ることができます。で、こんな感じでこうやってやると、R って書いてあるんですね。この試し打ち場、僕の秘密基地でございましてね。ここでいろいろやっておりましたね、2の時はね。じゃあここで懐かしの小ネタを言っておきましょうか。この動くイカバルーンなんですけども、3体同時に倒すと、イカちゃん、タコちゃんが声を出します。で、代表的なのはこのスーパー着地ですね。このスーパー着地で3人が全員ね、射程圏内に入った時に、撃ちますってと、イカちゃんが喋りますんでね。いきますよ。なかなか、あ、これ来そう。これ、いきます！聞こえた？っていう感じのね、小ネタがございます。あれ、3のやつではね、なんか、全員倒しても言わないんだよね。あと、この、地味にこれが好きだった、この、コーン。3ってコーン実はあるんですけど、撃ったら消えるじゃないですか。で、試し撃ちじゃなくて、ステージにあるんでね。これ僕も教えてもらうまで知らなかったんですが、それもちょっと見に行こうか。3には実は、コーンがあります。おばちゃん、ゴンズイ地区までお願いします。ということでね、このゴンズイ地区にね、あるんすよね。ここにじゃーんと。ちゃんと動くよ、ほら。ちゃんと動くけど、消えるんすよね。3のオブジェクトって。あの、段ボールと一緒です。で、ここにもあります。ボイーンと。頼む！あ、ちょ、待って、あー、消えた！消えちゃうんすよね。あとさっきのヒーローモードのケバインク見たところにもあったね。そういえばね。っていう感じで数は少ないし消えちゃうんですけど、一応コーンがあるということでね、びっくりのすけですよね。そんな飛ばねえんだよな。うん。OK。 挑戦状が届きました。じゃじゃん、ありがとうございます。アルさん、挑戦状です。僕はオルタナの風化戦を11分でクリアしました。これより早く、クリアしてみてください。過去簡単かも。採用よろしくお願いします。ということで11分、相当死闘だったな、それはな。何分なんだろう。1分8秒か。1分切れたらいいね。ちょっとやってみよっか。多分俺が戦ってる風花ちゃんと君が戦ってる風花ちゃんはちょっと違うのかもね。君の風花ちゃんの方が強いのかもしれない。死闘だもん、11分は。倒した時嬉しかったんじゃない？よし。こうして。ララ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 。いやー、くそ、ダメだ、鼻から。トト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 トン。待て、サメ。じゃあやり直そうか。多分 RTA の人はなんかあのピョーンって飛ぶバグ技を使ってお宝を取りに行くよね。こうして、限界まで打ち、で、こう、こういう感じ、こういう感じ。で、2回目のピョーンより前に倒したかったけど。よしよしよし。で、風花ちゃんをボコボコにして、で、だんだんちっちゃくなってくるんで、当たりやすくはなるんですけど、こういう感じですね。いけるか？いい、よし。よし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 。目標1分切り。ララ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 
よし頑張れ。オーケー、いけるんじゃないこれ。1分。ふうかちゃんはここだ。ジャンプポイントが出るんですね、ふうかちゃんだけ。なぜか。あ、こっちだ。いけー、1分を切ら、頼む。ちょっと自己ベストを出したい。さっき結構行ったと思ったんだけどね。ちょっと自己ベストを出してみるか。更新するののチャレンジに切り替えましょう。やらー、意外に過去の自分頑張ってたんですね。あ、ダメだ。あ、ダメだ。ここで。よいしょ。こうして、1分切るのなかなかむずいんだな。ねね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 。よーしゃー。トコ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 トン。トコ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 トン。いい。痛くない。よーし。じゃーらー。いや、でもこれきついなー。この辺、この辺だった。カーリングにしといて。それ、どうですか？いやー、1秒しか縮まってね。行きましょう。間違えた。カシャカシャって。ララ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 。ここだよなー。逃がしてしまっている。頼む。トコ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 トン。で、さらに、トコ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 トン。これは、行くべきだ。よし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 。トコ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 トン。トコ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 トン。いない。まずい。あー、これダメだ。さっき写真撮っちゃったしな。スキップ。で、こうして、トコ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 。2回目の攻撃より前に、やりたいけど、なかなかむずいのか、それはね。で、トコ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 。よし、よーし。ラスト、これいけるんじゃないかな。そして、トコ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 。いやー、おら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 い、おら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 い、おらい。いやー、いけかった。まずい。よし、ここ、この辺、この辺。早く。よし。いけー。どうかな、どうかな、どうかな。よーし。盛り上がった、俺。よし、みんなもちょっとやってみてね。1分6秒。ね。理論値いくつなんだろう。あのバグ使わんかったら、1分切る人とかもおるんかもしれんね。結構削ったと思ったけどね。オーケー。という感じで、このチャンネルではですね、皆様のコメントもとに動画を作っております。何か面白いこととか、噂とかね、小ネタとかね、見つけたら教えてください。そして、今ですね、11月末に合唱祭をやることになりました。イエーイ！で、どういう風にするかというと、みんなの歌声を録音して僕に送ってください。で、それをね、編集してみんなくっつけて合唱にします。編集ちょっとやってもらうんですけれども、合唱にしてそれをみんなで聞くっていうね、企画をちょっと立ち上げましたので、ぜひみんなでやりましょう。課題曲はラピュタの主題歌、君を乗せてです。で、X でね、一応ツイートしてるんですけれども、X やってない方はどうしようかな。X でね、その DM で募集してるので、ちょっと詳細は X を見ていただければなと思います。そうなんだよ。送り方がもう X の DM に送ってくれってなってるんで、X やってないよっていう方はちょっと今回は難しいかも。ちょっと時間もないしね、10月末締め切りなんですよ。なんで、この1回目がね、ちょっといい感じになったら、もうちょっとね、練ってから、来年とかもね、合唱祭とかできたらいいなと思ってるんで、今回は、もう X でよろしくお願いします。そして、エンディング動画コンテスト。今、エントリーできてる方の名前をお呼びしますね。タバスコさん、高橋さん、キジン D さん、
そゆさん、団長さん、里芋さん、この6名の方です。この6名の方以外は何かしらちょっと不備があり、今エントリーができておりません。なので送ったのに名前呼ばれなかった人はもう一度送ってください。でその際にギガファイルの URL をちゃんと書くのと、あとはね、そのギガファイルのファイルにパスワードをかけないようにしていただければなと思います。 OK ね、エンディング動画せっかく作ってくれてるんですから、ちょっとちゃんとエントリーをお願いします。見ることすらできてないんでね、僕ね、よろしくお願いします。ちなみに、明日の10時だ、10月16日夜10時、00分、そこが締め切りとなっておりますので、そこで応募は締め切れさせていただきます。ちなみに6人の方なので、もう半分の方に商品があるというよろしくお願いします。まあちょっとね、夏終わったぐらいからちょっと募集はかけてたんですけれども、頼むよみんなで。ちなみに見るのは10月19日に見ます、みんなでね、よろしくお願いします。さらにはですね、夜9時から最近やってるんですけれども、サイドオーダー無強化でクリアできるのかの調査ですね。今のところ最高21回なのでまだまだなんですけれども、いつの日かてっぺん見ようぜ。応援よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。